はい、早速やっていきましょう。毎日学習家の林です。よろしくお願いします。今日はそのマレーシアに来るときに、そのどういうビザの種類があるかとか、どういう形があるかっていうところをちょっと一通りお話しできればなと思います。よろしくお願いします。で、マレーシアに来ててちょっといろいろとこうびっくりしたのが、そのいわゆる成績がいいそのインターナショナルスクールの、いろんなこう、なんていうんだろう、いわゆる成績優秀者一覧とか見てると、結構そのマレー人だけじゃなくて割とこう韓国系の方とかすごく多いんですよね。で、どういう風な形で留学してるのかなって、いろいろやり方があって、例えば学校さんによってはもう寄宿舎があって、そこに子供を預ければ責任を持って対応してくれるってこともあるし、あと例えばマレーシアの場合だとその母子留学って言って、お母さんと子供で来てる場合に、そのビザを与えますよっていう風な制度もあります。あとは例えばこう名前がちょっとチャート出てこないけど、ラプラス法人っていうのがあって、いわゆるそのマレーシア国内で事業を展開してるその学校じゃなくて、その法人じゃなくて、ごめんなさい、法人じゃなくてマレーシアの国外、海外の人ですね、海外の人に向けてそのビジネスをやってる会社に関しては、実はそのマレーシア国内でのこう起業っていうのはかなり簡単にできる、ビザとかも結構売りやすいっていうところがあって、これは結構マレーシアって結構その時期によって政情が変わったりとかして、外国人に対する対応が一気に厳しくなったりとかっていうのもあるので、なかなかその安定的にできるかどうかっていうところでさらかにないんですけれども、例えば私なんかこうネット家庭教師やってる、その日本に向けたネット家庭教師をやってるので、そうするとかなりこうその法人としての営業許可だったりとか、そういったものですね、いわゆるそのビザを取ったりとかっていうところに関しては、マレーシアは非常に取りやすい国だっていうふうに言えるわけですね。で、そのお母さんと2人、あるいは家族全員でマレーシアに来た方がいいか、それとも寄宿舎とかで子供だけやった方がいいかっていうのは、いろいろ悩ましい部分があって、そのやっぱりマレーシアの学校で、今回100校ぐらいインターナショナルスクールにメールして、その中で25校ぐらい来てくださいって言われて、ちょっと予定があったりとかして、結局15校ぐらい来てるんですけれども、そういう中でやっぱりすごく思うのは、なんて言うんだろう、例えばその Google レビューとかでいろいろ学校のこと書いてるじゃないですか。やっぱりこういじめを隠蔽したんじゃないかとか、いじめにちゃんと対応してなかったんじゃないかみたいなことを言われてる学校っていうのは結構あって、で、イギリス系の学校なんで、やっぱりちょっと対応もね、こう取ってつけたようなところがあったりとかして、なかなかその辺やっぱり難しいなっていうのを非常に感じてるところです。で、そういうその取ってつけたような対応をしてる学校っていうのはやっぱりレビューも低くなるし、事前に分かる部分はあると思うんですけど、なかなかこうそういうのをね、やっぱり事前にチェックするってことしないで、こうある意味エージェントさんに紹介されるがままに行っちゃうとかっていうケースも結構あると思うので、そうするとやっぱりこう寄宿舎でいるとかっていうのはやっぱりいじめのリスクってすごいあるから、やっぱり難しい部分があると思うんですよね。やっぱり親御さんがじゃあマレーシア行ってって言っても、じゃあ日本で仕事があるとなかなかマレーシア行けない人とかになると、エンジニアの方とかだったら結構行きやすいと思うんですけど、そこら辺をどう考えるかって問題は非常にあるかなと思っていて、そこら辺考えてどういうふうにやっていくのかっていうのは非常に重要な部分かなと思います。よろしくお願いします。勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために、毎日やるから合格できる毎日学習会。はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。